はい、えー、今回はこんな感じの画面分割で配置した写真素材を動かす方法をご紹介していきます。まず写真素材を配置します。イベントパンクロップから16対9に設定します。そして今回はイベントパンクロップではなくこちらのトラックモーションを使って画面分割を行っていきます。このトラックモーション、このプレビューの画面を見る感じですとイベントパンクロップと変わらないように見えるのですが イベントパンクロップが写真素材自体の表示位置の設定に対してこちらはトラックのトラックに配置した素材の位置の設定ですねといった形となっていますまず X 軸 0Y 軸0横軸0縦軸0で幅 1920× 高さ1080でこの画面にフィットした状態となっていますまず 画面分割、4分割しますので、幅とサイズを半分ずつにします。1920の半分、960×1080 の半分、540。こんな感じですね。そして、X 軸 Y 軸、横と縦が0と0の状態で真ん中に配置されていますので、1920の4分の1のサイズ、480。これで右端に行きます。Y、高さ、1080の4分の1。 270。これで上に行きます。1枚目は左上に寄せたいので、この X 軸、プラス方向480をマイナス方向480にします。これで左上に配置できました。同じように2枚目も配置していきます。写真を配置。イベントパンクロップで16対9。トラックモーションで、960×540。480。 2703枚目16対9 9 6 0 × 5マイナス4 0四4 8 0で左に移動二2 7 0で下に移動4枚目 16対 9, 9。960×540。右方向、プラス480。下へ、マイナス270。これで、4分割を設定することができました。こんな感じですね。この状態で、イベントパンクロップで、ズームのアニメーションをつけていきます。0秒の。 タイムライン0秒ですね。の時にフィットした状態から5秒でズームしていく感じですね。こうすると、こんな感じでズームのアニメーションをつけることができました。同じようにアニメーションをつけていきます。 5秒でズーム。5秒でズーム。移動。すると、こんな感じで画面分割した写真をアニメーションさせることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。